うちは整備メインで始めてるんで、やはり状態の悪いものをそのままお渡しっていうのはできないですね。やっぱりちゃんとその部分をお客さんに説明して、で、プランを立てて、ちょっとずつ直していただく、お金だけでやってられる仕事じゃないというか、ある程度お金はもちろん必要なんですけど、やはり楽しいから続けてこれたし、これからもやっていきたいなって思ってます。より多くの人にポルシェに乗ってもらいたい、で長くできれば乗っていただきたいんで、その乗り続ける中で必要なことを僕たちがお手伝いさせていただくっていう感じですね。ダイスデザイン。